生新女就寝大聖堂。モスクワのクレムジンの中にある生新女就寝、大聖堂、小新女就寝大聖堂は、かつてのモスクワ大公国の母教会であり、ロシア正教会の著名な大聖堂である。大聖堂は、クレム人の大聖堂広場に接しており、1475年から1479年にかけて、イタリア人建築家、 アリストーテリ・フィオラバンティによって建設された。ロシア語名である、ウスペンスキー・サボールの前半部をそのまま転写して、ウスペンスキー大聖堂とも呼ばれる。ウスペンスキーは、眠り、永民、精神女終身祭を表す、ウスペニエに由来する。小心女とは、聖教会における、聖母マリアを指す称号であり、日本聖教会による訳語。聖神女終身祭とは、 生信女の英民を記憶する祭りであり、これを記憶するのが生信女終身聖堂である。したがって東大聖堂を日本語分けすれば、聖信女終身大聖堂となる。聖母秘商店の教義はカトリック教会のものであり、聖教会では、秘商店の語は用いずあくまで、終身との語を用いる。したがって、当記事で扱う聖教会の聖堂に、 聖母非正天聖堂等の訳を当てるは誤りである。14世紀に、不主教ペートルは、イヴァン一世に対し、ウラジーミルの生信女終身大聖堂のような、生信女に捧げる大聖堂をモスクワに建てるよう強く進めた。1326年8月4日に大聖堂の建設は始められた。後年、モスクワは、ウラジーミルスーズダリ大公国の首都となり、 さらに後には全ルーシの中心地となるが、モスクワが不死教座としての大聖堂を建設することはそうした勢力の伸長を反映して行われた。15世紀末に老朽化した大聖堂は崩壊しており、1472年には、プスコフの建築家クリブツオフと無意識ぬによって、新大聖堂の建設が始められた。しかし2年後、完成間際になって、モスクワでは、 非常に稀な地震によって、新大聖堂は突如崩壊した。新大聖堂の崩壊後、イヴァン三世は、イタリアのボローニャ出身の誉れ高い建築家、アリストテレ・フィオラバンティを招聘し、ロシア建築の伝統に則った、大聖堂の建築を任せた。ウラジーミルの大聖堂は、今一度、建築にあたってのモデルとされ、フィオラバンティは、ロシア建築の手法を学ぶために、 ウラジーミルに旅行した。彼は、ルネサンスとロシアの伝統を融合した、明るく、広々とした傑作を設計した。新大聖堂の基礎は1475年に置かれ、1479年には、新大聖堂が、不主教ゲロンティによって、正規を視された。内部は、フレスコ画と、ウラジーミルの生信女、ウラヘルネの生信女を含む、多数の遺婚に行って装飾されている。 1547年にイヴァン4世のロシアで最初のツアーリとしての戴冠式が東大聖堂で取り行われた。また1721年によりロシア皇帝の戴冠式の舞台となってきた。ロシア正教会のシザタル、フシュ教、総主教の着座式もここで行われ、墓もここに設けられてきた。ただし、ピョートル一世によってモスクワ総主教庁は廃止され、 宗主教庁が復活するのは1917年の2月革命の後になってからである。1917年11月21日に大聖堂ではモスクワ不主教 T 本のモスクワ宗主教着座式が取り行われた。だが彼はソ連政府から後に弾圧を受けて自命し、後に劣勢される。無心ドンを標榜し、正教会をはじめとして様々な宗教に弾圧を、 加えたボリシェビキ政権がモスクワに移ると、モスクワのクレムリンうちの方針例は一切禁止された。1918年の復活大祭の虚構が、ウラジービル・レーニーによって唯一与えられた、特別の許可であった。この復活祭の方針例の最後の模様は、パーベル・コリンによる作品、サラバ・ロシア、アルエル・ツー・ラスの主題ともなった。大聖堂の資産や宝物は没収され、 クレムジンの武器庫、美術館やトレチャコフ美術館などに移転させられた。1941年の冬に関する逸話がある。ナチスドイツがモスクワの間近にまで迫っている際、ヨシフ・スターリンは秘密裏に生新女終身大聖堂で、ナチスドイツの侵略を受ける国に対する救いを、ガ祈りを捧げるよう命じたという。スターリンは救世主ハリストス大聖堂の爆破を命じるなど、 教会に対する弾圧を強く押し進めていたが、ナチスドイツの侵攻に際して、国家の防衛における教会の割に一定の期待をかけるようになり、第二次世界大戦以降、スターリンの教会に対する強硬姿勢は若干、軟化した。しかし、それでも、基本的には生信女就寝大制度を含め多くの、教会が依然として、ソ連政府の管理下に置かれ、 教会が自由に使うことはできなかった。1990年、建物は依然として博物館として供用されていたが、生神女終身大聖堂は教会に変換された。現在では活発に方針例が行われている。大聖堂正面の広場は、ムソルグスキーのオペラ、ボリス・ゴドゥノフの有名な戴冠式の場面として設定されている。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。